皆さん、こんにちは。ワンダリクルフィジです。では、今回は、提督の決断法パプギット PC 版ドイツ軍プレイ、続きをプレイしていきたいと思います。今回は、使える干渉、潜水艦に限定してプレイを進めているので、なかなか歯応えのある難易度で、進めているんですけども、そんな中でも順調に攻略のを進めてまして、前回はですね、バルト三国を併合することができて、いよいよ次のステップへと移行していく段階になりました。まず地中海方面なんですが、東地中海まで勢力圏内に収めているので、この後はですね、インド方面目指していくというのが一つあります。一方、アメリカに対してもそろそろ宣戦を布告してですね、一気に状況を打開していきたいというふうに思いますので、今回はですね、まずアメリカ東海岸、いわゆるニューヨークとかワシントンとかあるね、最重要拠点だと思うんですが、こちらの方に進行戦を行っていきたいというふうに思っています。ではまず諜報活動の方から行っていきましょう。重要拠点中心に諜報活動をね、行っていきたいと思います。兵器の開発なんですけども、まず航空機がですね、待望の航続距離が2000キロ超えのプファイルが開発できる状態になりましたので、これすぐにでも開発します。新兵器関連ですね、あんまりこれといって、潜水艦にね、響いてくるものはないんですが、それでも多少なりともというところありますので、少しずつ開発は行っていきましょう。技術開発はジブラルタル海峡を取ったことによってボーナスが入っているので、少し余裕がある状況を考えて補強しておきます。物資の援助は鉄かな。日本軍が全然資源不足に悩まされちゃってる状態なので、ここをねちょっとでも頑張ってもらえればなというところですね。ではまずアメリカの東海岸に潜水艦隊送り込んでいきましょう。どれほどの戦力が東海岸にあるかというので、チェックしておくと、2個艦隊入ってるんですね。でちょっと注意しなきゃいけないのが、この潜水艦なんですよね。この潜水艦がいることによって身動きが取れない状態になっているので、ちょっとうまくね、潜水艦の攻撃をかわして、陸戦隊を送り込んでいけれたらいいかなというふうに思っています。では、これで時間を進めていきましょう。では、アメリカに宣戦を布告したので、日本も宣戦布告をして、これで4カ国が全部参戦したという状態になります。では、まず潜水艦隊ですね、東海岸に送り込んでいきましょう。注意しなきゃいけないのが、揚陸艦部隊ですね。彼らは脆弱な上にも脆弱、どうにもならない部分ありますので、洋上待機させてですね、様子をまずは見たいと思います。さあ、敵の艦隊発見してます。ちょっと反応が遅れてしまったのでまずい状況になってますけども、一斉転打して一気に魚雷をぶち込んでいきましょう。すごいな、これ空母が全部で4隻いますね。これは大艦隊だわ。ここは確実に数を減らしていきましょう。一回で東海岸がね、取れるというわけでもないと思いますので、2回、3回と波状攻撃仕掛けていきます。まずは敵の空母、1隻撃沈してます。ちょっと第一潜水艦隊の方からダメージが出てますね。発見のタイミング的にですね、何度かお話している通り、潜水艦はどうしても魚雷がね、正面から撃たないと撃てないというのがあるんですけど、そこがね、ちょっとなかなかうまく機能しなかったのかなっていうのがね、ちょっと残念な点ですかね。そしたら揚陸艦は今回は撤退させます。早々に。はい、味方潜水艦何隻か失ってますが、イギリス軍の第2、第3艦隊ほぼ壊滅させています。やっぱり潜水艦が残ってしまってるのがどうにも苦しいですね。揚陸艦が容易に近づけない状態になってるので、
これをまずちょっと打開しないといけないですね。では、波状攻撃続けていきます。まずは東海岸なんとか取りたいですからね。まあ、どうやって取るかっていうところですよね。今回も敵の方は漏れなく、潜水艦隊が入っているので、まず潜水艦隊の攻撃を、まあ、かいくぐりつつというね、ことになろうかと思います。今回敵は空母はいないと思いますので、空母の脅威というものはないですね。さあ、雨が降ってくれているという状態でもありますし、というところですけど、敵の潜水艦だな。敵の潜水艦がここにいますね。こうなるとちょっと厳しいんだよな。ちょっと真ん中の、この飛行場を目指してみましょうか。敵の潜水艦は上の方に展開しているような感じがするので、ちょっと下を目指します。さあ、夜になりました。まあ、スルスルと、揚陸艦部隊は敵基地、下の2つに向かって進行中です。うまーくね、ここで、敵の飛行場を削り切れればかなり大きいので、ここは無理してでも突入戦を行っていきましょう。さあ、揚陸艦が出たら出たものから撤退するっていうね。これはちゃんと守ります。あとはこれで敵の飛行場一つでもいいのでね、破壊できるかどうかというとこですよね。ちょっとかなり苦戦してそうだな。そしたら、もう何隻か揚陸艦向かわせましょう。まずは敵の飛行場、一つは破壊できました。二つ目破壊できるかどうかというとこですかね。なんとか破壊しきってほしいけど。あとは部隊撤退させていきます。ちょっと雨が欲しいかな。さあ、アイルランド沖からアメリカ東海岸への波状攻撃展開中ですが、ここで魚雷が改良できるようになりますね。13週間かかりますが、この魚雷が完成すれば、なんといっても、魚雷の射程距離が伸びるので、近づかなくても撃てるっていう利点が出てきますね。特に敵の駆逐艦相手に戦う場合はですね、近づきすぎると、魚雷攻撃を受けてしまう。爆雷攻撃を一方的に受けてしまって、潜水艦隊がね、大損害を受けるっていう事態が発生するんですけども、それを少しでもね、軽減できるかなというふうに思いますので、この魚雷、三素魚雷に関しては、早々に開発を始めていきたいと思います。では、波状攻撃続けていきますが、まあ、残念ながら、スパイが捕まってしまって、敵の基地が不明という状態になってしまったので、まずはね、敵基地発見というところから、最初にね、取り組んで、いくと。いうことになりそうです。では、波状攻撃第3波やっていきます。やっぱり敵の潜水艦いますね。ちょっとこの潜水艦は追っ払いたいな。かなり邪魔な存在になりそうなので、潜水艦の位置は特定して、常にその位置を確認しておきましょう。そうすることによって結果的にね、味方の揚陸艦が安全に敵基地に侵入、進行できると思いますので、敵の潜水艦を見つけたらしっかりタッチしておきます。まあ、数が多くなってくるとタッチし続けるのも大変かなという感じはしますけど。では、まず一つ目の飛行場発見ですね。ここに向かう進行ルート上に敵の部隊はいなそうだったので、ちょっと夜明け、というか、まあ、今日が昇ってる状態なので、なかなか揚陸艦出しづらい状態ではありますけど、この後、敵のね、潜水艦の位置をしっかり確認しながらですね、部隊を近づけていければいいかなというふうには思います。さあ、敵の艦隊も発見してます。ちょっと一度時間を止めてですね、今の現状を、お伝えしておきたいと思います。まずは、敵の潜水艦いくつかしっかり確認タッチしてまして、いる場所はですね、
ちゃんと把握しているという状態です。ただこの後さらに敵の潜水艦がいろんなところに出てくると思いますので、敵の潜水艦がね、現れた場合には揚陸艦は即時退避というのを徹底していきたいと思います。それとは別に敵の水上部隊も現れてますので、これは味方の潜水艦部隊で撃破していきます。揚陸艦ですが、まずこちらにいる7隻ですね。この7隻に関しては夜の間にこの上側のね、敵の航空基地、そしてこちらにいる7隻に関してはですね、下側の飛行場に向かわせたいと思います。ではこのまましばらく進めていきます。では2つ目の飛行場の攻略も完了してます。うまくいきましたね、ここまではね。では最後の飛行場に向かいますが、敵の潜水艦に捕捉されているので、なんとかここね、逃げ切りを図りましょう。敵の航空隊が出てますので、この航空隊の攻撃をかいくぐって、1隻揚陸艦失ってますけども、6隻の揚陸艦で半分の飛行場をね、削っていきます。ほんとここをやきもきするというか、どぎまぎするというか、ちょっとでも早くたどり着いてくれっていうね、ちょっとそういう思いに駆られますよね。ここも敵の潜水艦横っ腹から受けているが、まずは沈みながらも、まずは陸戦隊を出してくれた。陸戦隊を出してくれ。なんとか陸戦隊を出し切ってから沈んでほしいですよね。せめてね、揚陸艦部隊には。ここで恵みの雨。ただ、どうだ？微妙な展開だな。ほとんど削れずに、陸戦隊がまず2つ壊滅してしまって、残り3つの揚陸艦から3隻の第8に乗って、陸戦隊が今上陸してますね。なんとか上陸しきってほしいな。よし、上陸。あとは、残っている敵のね、水上艦なり、撃破していきましょう。敵は潜水艦が残っていても制圧完了になりますので、あとは、周辺に展開していると思われる水上部隊がいれば、それを撃破していきます。はい。アメリカ東海岸制圧完了です。これだったら、本来だったらね、もう戦争、勝利というところなんですけどね。イギリス、アメリカ、それぞれ本拠地制圧してるので。まあ、ただ、ゲーム上はそうはいかないので。続いてですね、駆逐に移っていきたいと思います。味方の方は潜水艦に相当数のダメージ、揚陸艦は4隻失っています。これでどうだろうね。国力的には、ドイツとイギリスが同じぐらい。で、少し落ちてアメリカ、だいぶ落ちて日本っていう、そういう状態だと思います。さあ、作戦会議の方もうまくいっていると思いますので、またここでお金も手に入れて、一気に国力が増してきますね。できればね、日本にもうちょっとまとまった資金を提供してあげたいなっていうのがあるんで、使用上ですね、お金、石油、鉄、アルミ、いずれか1個、マックス5000まで提供できるんですけど、これ複数個提供できるってなってくるとね、資源でピンチの日本を救ってあげることもできるのかななんて思うんですけどね。では次の目標ですが、バミューダ沖に進行します。で、できればですね、カリブ海ぐらいまで進行してしまってもいいのかなというところと、あとアメリカ軍を先に追い落とすっていうのか、あるいはイギリス軍をもうちょっと、倒していくのかっていうね、まあ、そこもちょっとバランスを見ていく必要があるのかなと思っています。で、日本に関してはまず南シナ海ですね、ここを取ってもらって、少しでも資源上ね、回復できる場所、そこをね、確保してもらえればいいのかなというふうには思います。